スプリングバレー、クラフトビール。こっちからちょっと飲もうかなって。俺ちょっとビール、本当に普段飲まなくて、ちょっとキンキンに冷やしてきたんで、当たるって何いや、なんかあの、コンビニのレシートくじみたいに当たったんだよ。多分今やってんじゃねえかそれをちょっと飲もうかなと思います。いただきます。キンカキンカに冷えた、ちゃっこい,いルービー。いただきます。うわ これ、開けたときにさ湯気出んのがいいよな湯気じゃねえんだけどあの湯気みてえな冷たいってのがわかります乾杯うっやだやだこのビールおいしいスプリングバレーやだすっごくおい美味しい何これ すっごい何だろうフルーティーな香りとこれ何なんだこれ苦味を苦味が全くないこのビールスプリングバレー、えー、っとね日本産ホップを組み合わせて実現したまクソコートどうでもいいんだけどさもううまけりゃあ,あんでもいいマジうまいこれすっごいおいしい美味しい,美味しいかもとよく合うンスはああそういうの言ってみてえわ俺もそういうの言えるようになりたい このスプリングバレーさカモとよく合うんだよって言った俺も言いてえよそういう風にそういうの言える大人になりたいなと思うんですがそんなスプリングバレーとエゴマのキムチはいあのー、もう家につまみがないつまみがないといっていろんなね引き出しでの戸棚をえあ、ー、さってたところこれがありました、はい、エゴマのキムチ ただ冷やしてないっていうか、まあ、そあい別に大丈夫っすよねあの缶詰だから、あのー、その辺にその辺にというかあの常温してたんですけどまあ開けてみましょうか <laughs> あわあわあすごく開けづらい これあのて、ー、こが働かない浅すぎるからこうやって持ってこうやって持ち上げたいんだけどてこが働かないこっからもう上のやつがしなっちゃっていかないうん非常にむずしいですこれあこれじゃ取れないわ取れないわ これ取れないこれ、手こ、手こで。じゃあ、なんでかっていうと、ね、ここを持って開けたいんだよ。なんでかっていう、ここを持って開けたら、本当ね、ここを持って開けたら簡単に開くわ。だけど、汚れるんだよ、手が。だから、ここで取りてんだよ。グニグニしろいよ。わかった。グニグニするわ。あ、取れたわ。<laughs> グニグニしちゃうと取れた。ありがとう。<laughs> グニグニしろいよ。あ、それはいいよ。これが、あの、えゴマの葉でございます。 はい、皆さん、エゴマでございます。はいね。あの、エゴマってみなさんも好きでしょまあ、缶詰のね、エゴマがね、果たして、どうなんだって話だわ。あの、うまいんかって。これ、食ったことねえんだよ。あの、缶詰のエゴマは。エゴマの葉っぱ好きだよ、結構。いただきます。でもこれ、丁寧に包まれてるね、こうやって。ちゃんと一枚一枚。はい。エゴマでございます。いただきます。 うま, <laughs> うんまっエゴまの缶詰うまっ口に入れた瞬間にうまいと思った。うまっエゴマの缶詰うまいわ。うわこれうまい、これうまい。辛いね、ちょっとね。うん若干ね、若干の少々の辛みあるけど、エゴマの辛み、エゴマの辛みじゃないこの 少々の辛味が、あ、辛いわ。<laughs> 辛いな、俺。ま、あ、でも、うまいわ。で、あの、米もね、ちょっと炊いたんだよね、さっきね。おい、誰だ、お前。おい、誰がギガンだっつったやつ、おいなあ俺がうまいもの食ったら、なんか、目が、なんか半、半分閉じるからっつって、お前、誰だ、ギガンっつったやつはなあおい、誰だギガンつったやつなあ 俺もうさみんなやだなんかもう昨日さあの「老害松」シリーズを見たからなんか俺なんか <laughs> これを使われちゃうんじゃねえかっていうなんか変な概念があってうまく喋れなくなっちゃったなあうまくしゃうまくしゃべれなくなっちゃうまたどうしよう使われたら別に使われてもいいんだけどなんかさ これ、これまたあいつが言うんじゃねえかって。えどうしたら、ギガンだ、ギガンだ、誰だ今ギガンつったやつ、出てこいよーみたいな感じで、また出てくんじゃねえかなって、さ。やだよーと思って。うん、<laughs> あいつってお前。いや、だからまあ、お前であってお前じゃないような。何なのかなってやつ。そう、声高いやつが出てくんじゃないかなって。 ああ怯えちまったわ、今いや。俺のじいちゃん、そんな喋り方しな、ね、い。あれ、顔は似てるわ。あの、俺の死んじゃったじいちゃんに似てるんだけど、顔はね。声はあんな声じゃねえぞ、あんな。あんな、すねを見てね、あんな声のじいいねえだろう、なかなか。カリカリしてるんですかあ、あ,あ、してないんだ。みたいなやつあれ。あれ、ちょっと定期的に見たいですね。さあ、まあ、ちょっと一回ビール飲みながら、あの、進撃の巨人、ちょっとね。 あのー、やるまでちょっと少し待ちましょうちょっと少しいっぱいだけ、あのー、今日機嫌いいなっつってまあ機嫌そんなに良くないんだけどじゃどうしてもねあのー、朝、えー、行きたいなって思ったのがあのちょっとどうしてもすごい楽しみにしてたんですよ何が楽しみにしてたかっていうと あの、まあ、スマスロのね、窓かぎかっていうのが出て、で、窓ぎって、ワン、ツー、スリー、フォー、今回ファイブになるんですよ。で、俺、ど、窓ワンめちゃくちゃやってたからちょ、どうしてもね、ちょっと触ってみたいと思って。そうどうしても触ってみたいなって思って。で、すごく酷評されてるんですよ。そう、今、あんなゴミやめろとか、クソ台とかね、ゴミだったとかさ、あの、ゴミ台だねとかさ、とかあって、まあね、あのー、 紙代って最初ゴミ代って言われてたから、まああの再評価されてきっと、あの、紙代ってどうせまた言われるようになるんだろうなと思って打ったんだけど、まあ、具体的にはちょっと言えないんだけど、ゴミ代だったんだよね。で、まあ、あの、ちょっとずつちょっとずつお金がなくなってて、うん。朝からそう、うん。具体的に具体的に、具体的に家と言われても、 何なんだろうな、具体的に言え、あのー、当たらない、ま、マギカポイント、えー、5段階の白芸攻略戦、えー、セイントセイヤのパクリなんじゃねえかなっていうぐらいの、あの、まあ、ほんになんか、あの、天井が999。マジであれ、金足らないっすよ、あれ、本当に。うん。本当に、5万ぐらい多分必要になってくるんじゃないかなって感じです。すぐやめたけど。 いくらわけだろうで、全然当たんねえから、ソードアートオンラインのさ、あのスマパチちょっとやってみようと思ってやって、えー、っと、窓紛に3万、スマパチに2万やって、5万ね。で、しかも、あのー、1回も AT に入らないし、しかもパチンコも1回も当たらなかったの。で、カツクソつまんねえや。潰れちまえ、全部のパチンコやと思って、そのままあのー、イマジナリー唾を吐いて行ったんだよ。カーって、イマジナリーのね。 そう実際に唾やったら怒られちゃうから、イマジナリーで、ペってグって吐いて、でそれで、あのーまあ、帰ったんだけど、で、えー、近くにコンビニがあって、ああ、もうくだらねえぞって、帰って配信するときの、あのー、酒でも買うかってって、タバコをワンカートン買おうと思って買ったら、あのー、合計いくらだ、5000円ぐらいの買い物だったんですよ、タバコのワンカートン。 はいあのー、やったからでそしたらいくらなんだろう1,000円以上買ったらなんか当たるかもしれないみたいなくじがあってさで俺さパチンコがあ全く当たらなかったのにかかわらずコンビニのくじがさレシートなんかこれ5,000円ぐらい買ってでそれでレシートがくっそ長かったんだよね。なんかビーン ってなんかすんごい長くて「なんだこれ?」っつったらあのー、外国人のねあの店員さんだったんだけど「あのー、あそれ当たりってちょっとごめんな,さいなそんな風には言ってないと思うんだけどおおごめんなさいただ僕のあのー、そういうモノマネがいつもそれになっちゃうだけであってごめんなさいねすいませんえあそれちゃんと当たるやつなのそれあそれちゃんと当たるやつなんだそれその3つ当たっててさ何で なんでコンビニで当たってパチンコで当たんねえんだと思ってあ絶対当たりやすくなるかもしれあそれはあれだわ思ってなかったわ店員さんがそれ当たりって言ったからあじゃあ外れもあるんだと思って3つ当たってさそうあのー、これとあと板チョコのアイスあのー、あれうまいよね板チョコのアイスあのー、で終わった後に 板チョコのアイス食べたんだけど、板チョコのアイスなんでだろうあれちっちゃくなったあれ。俺久々に食ったんだけど、子供の頃はあんなに、板チョコのアイスだ、おっきいと思って食べたんだけど、あの、さっき開けたらめちゃくちゃ小さくて、うん。めっちゃくちゃ小さかった。お前が、ボーズ、それはお前が大きくなってたんだってやつですか、それは。本当にちっちゃくてさ。ベルギーチョコのやつ、そう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 。とあと、なんか、なんだっけ。 RA だか R1 だか RH だかのヨーグルトが当たったんですけど、まあね、あのー、パチンコなんかやらずにコンビニで買い物をして物を当てた方がいいかなと、やっぱ思うわけなんですよ。毎回思います、本当に。スマパチンゴミって、スマスロゴミって。まあ、そんなね、えー、こう、回り回って、遠回りして、寄り道して、当たったこのスプリングバレーを、ひとつまみ 進撃の巨人の英語版のタイトル、わかるえなんだっけなんちゃらザ・タイタン。あ、なんだそれ。進撃の巨人、えなんちゃらザ・タイタン。あれ、えっとね、進撃の巨人の、ウォーキング・ザ・タイタン。あ、違うな。アタックオン、アタックオン・タイタンか。あ、すいません。失礼、失礼、失礼。アタックオン・タイタンだ。あ、そうだ、そうだ。うん、失礼、失礼しました。失礼しました。うん。 にわかがすぎる。俺はもう、あの、これでもう今ね、あのー、進撃騎士街たちが、こうやって、まあこうやって騒いでるじゃないですか。こういうことによって、えー、なんか進撃の巨人ってなんか、詳しくないと怒られるコンテンツなんだってこうやって思って、あなたたちが潰してるんですよ。はい。あなたたちが。申し訳ないけどあなたたちが潰してるって自覚は終わりですか僕は多分一回も言ったことないですね。え進撃の巨人これ知らないでなんか言ってるんですか俺多分言ったことないですよ。 あの、じ、ふとんちゃん言ってそうじゃないですか。そういうの。えそれ知らないのにそうなんだみたいな。あの、意外に僕そういうこと言ってないんで。いや、ないないない。あの、ソース持ってきてください。僕、絶対ないです。はい。へえー。あ、なるほど。リュウソ僧スマーク知らないのに、ロマサガ3好きなんだ。は、俺言ったことないですよ。多分はい。ぜひ、 あの、証拠動画あるなら、あの、教えてください。僕絶対言ってないです。なんでかっていうと、あの、好きのレベルは人それぞれって僕認識が、小学校5年生ぐらいからずっとあるんで、はい。えー、あ、カリカリじゃないんだ。まあ、それは、まあ、それは、なんかちょっとこう、寸劇というか、あの、実際言ってないんで、はい。はい。なんかそ、その時のテンションの寸劇と思っていただけたら嬉しいです。はい。お前、飲み屋の姉ちゃんにテールズマウント取ってたの話した。<laughs> <laughs> あはは、まあ、まあ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 。それは、あの、関係値があるんで、それは。あのー、多分あの、こういう話をすると、その場にいない人からすると、あの、その人との関係値があると思うんですよ。はい。で、えー、冗談を言い合ったりできる中、なのにもかかわらず、まああのー、そこにいない人たち、 えー、つまり、まあ、視聴者たちとかは、猛、まあ、言、妄想しにこうはあの走りまして、ま,あ、また飲んでりだろうですねあの。非常識とか、そういうあの形になるんですけども、まあ、確かこんな形だと思います。あのーえー、っと隣にいたのが、まあ、テイルズのナムコの、ねあのー、会社の方だったんですけども、あナムコすごいっすねって感じで、うん、すごいっすねっって、俺ね、ナムコめちゃくちゃ好きなんですよつって。 めっちゃくちゃ好きだよって。俺、テイルズすごい好きなんですよ。ああ、テイルズもうめっちゃめちゃもう力入れてますよ、みたいなって。え、テイルズ、え、マジっすかって。俺、ファンタジアからやってんすよ、つって。なんか、あの、ファンタジアからあの順番に言えますかつって。え、ファンタジア、え、ベルセリア、ああ、そのレベルなんだ、つって。<laughs> あの、そんな話をちょっとしたのが確か覚えてますはいうん。テイルズからベルセリアに飛んだのはちょっとさすがにね、 ちょっと勉強した方がいいかもしれないですねって、それはって。さすがに、看板ゲームなんでって。さすがに、あのー、自社の看板ゲームを順番にいないのは、ちょっとやっぱ、ちょっと、勉強した方がいいっすねって、それは。うん。それはさすがにね、あのー、正解だと思う、それは。さすがにそう。スクエアの社員に、あのー、あのー、ファイナルファンタジー7の主人公何ですかってある時に、 三秒と思ったら、ああ、そのレベルだって言ってもいいじゃん、別に。ファイナルファンタジー7の主人公で何でしたっけってった時に、スクエアの社員が、うわー、ああってなったらよくないじゃないですか。テイルズのナンバリング、別にいいんですよ、全部やられても。ファンタジアからベルスリア飛んだら、同レベルですよ、それ、さすがに。好きな人は人それぞれ。まあまあまあ、そうなんですけどね。ただちょっと、所属してるところがね。俺、前もなんかこの話でさ、なんか、あれだったな、視聴者とバチバチやった話があったんだけど、 これって、趣味ではなくてさ、仕事にしてる場合とかだと、俺ちょっとやっぱどうかなって思っちゃうことが一個あるんです。例えば、昔さ、あの、コンビニの店員のタバコの話したらさ、すっげえ俺批判されたの俺。めちゃめちゃ。俺は、あの、コンビニの店員さんはタバコの銘柄、まあ、覚えておいてもいいんじゃないか派なんですよ。なんでかっていうと、 番号があれ見えない人もいるんです。おじいちゃんとかを。あのー、視力が悪い人だと。で、しかも、200何番とかまであるから、あのー、まあ、注意力の問題で探せないって人もいるんですよ。そう。で、もちろん番号で言った方が早いから、俺は番号で言う派なんですけど、俺はちなみにテリアの面相をくださいっていうかは、あの、絶対番号で言った方が早いんで、そう、あの、してるんですけど、例えば、皆さんが社長とか、または経営者側になった場合、 番号でしか分からない社員と、あとはそのタバコの銘柄を、ある程度ね、全部はもちろんしなくていいんだけど、あのー、有名というかあの、よく頼まれるやつぐらいは把握しといて、あの、言われた人、こう、テリアのメンツ、メンソールくださいっつって、あわ分かりましたってすぐ出せる社員と、どっちを雇いますかっつったら多分ね、タバコの銘柄雇ってる人たちの方が、サービス力が高いと思うんですよ。それは。だって目が見えない人とかもいるかもしれない。 あの、おじいちゃんとかがこう、視力が悪くて見えないかもしれない。という人たちに行けるじゃないですか。はい。お前何をバイトに求めるいや、だから、だから、どっちの方が優秀なんですかって話なんですよ。それは。もしあなたが社長だったら。いや、なんか何なんだろうな。なんか多分価値観が本当にそこが合わないんだよな。うん。多分なんかあのー、昇進、多分できない人が多分そういうなんか批判してるんじゃないかなって僕思うんだよな。だって、お金もらってるんだもん。そう。 あのー、そこはさ、やっぱ、努力しなきゃって僕思うんだよね、あれは。それは。うん。あ、何目が見えない人が、あのー、働いてる場合もあるからってまあ、そこはまあ、あれだわ、ノーマライゼーションだわ、それは。それはユニバーサルデザインだわ、それは。めそ、そこのカウンターもらったら、まあ、そうだねとは思うけど、さすがにね。それは。目が見えない人のために、番号で言うシステムにしてると。うん。いや、じゃあ展示置かなきゃいけそれは。そしたら。 社会人じゃないですが何を言っても日々がまあまあそうかもしれないね多分な、うん、バイトにそこまで求めるのかっていう時点で多分あのサービスなめてんだよね多分ねおそらくそうあの自分がどこからお金が回ってきてあのどういうこう流れで金が回ってるかっていうのが多分理解せずにのうのうと働いてる無能の多分意見なんだなって思うんだよね僕えー、なんでその話だったんだっけあのなんでその話だったんだっけ <laughs>、うん、え 俺の、俺のこのタバコのさ、話やっぱ響かない、響かないっていうか、あれか、同調できないんだ。そこまでしなくていいっていう派が多いんだ、やっぱ。でも俺もし、あの、雇うとしたらあれだな。そっちの方がいいから、そっちを雇うな。それは能力が高い方が雇うけどな。わしは。うん。いや別にね、俺こういう話じゃないんだよ。なんでおめタバコの銘柄はわかんねえんだ覚えろみたいな話じゃないんですよ。どっちの方が、 あの、コンビニのサービスとして、すごい気持ちがいいですかって話をしてるわけで。そう。そもそも、人手不足で外国人雇ってる業界だと、まあね、まあ確かにね。うん、えー、たった数秒の番号も言えないろうが、じゃ、でも、じゃ、番号を見たいんだけど、言えない人もいるんじゃないのって話をしてるんですよね。伝わらないっすね。と、うん、水まさらく、まさらくなんか、<laughs> まあいいや。 実際銘柄で言ってくるやつと小競り合いの原因がないし覚えておくにはこうしたごうがとかないけどねああまあそうだよねいやでもこれあれだな俺またちょっとあの1年後ぐらいにこの話しようやっぱり今回もダメだなかなか同調させらんないわ俺のイメージがあんのかなこれ言い方の問題なのかなそう思うんすけどね僕はうん俺,俺批判されるならねどんどん受けたいんだよね あなたの考えることが驚きました。これはだってもうあれじゃん。バカの答えじゃん。全然あの、具体的じゃない。なぜ他人を通うようつな。目が見えないならまず自分を強制しろ。じゃあ、あの <laughs>、これあの、全然ホスピタリティないじゃん。この人は、まず。うん、気持ちのんうんこの教えてくれ。この人はもう話を聞いてないじゃん。うん。うーん。で、この,この人はなんかしないけどバンされてんじゃん、もう。<laughs> バイトと社員は違うよいやバイトと社員はあの雇用形態が違うだけであって、あのー、その会社によっての風紀とか、まあ、その求められるそのあれもあのそれぞれだと思うんですけども覚えるに越したことはないと思うんですよね別にただ雇用形態が違うだけで別にあの覚えるに越したこととはないと思うんですよね、うん、もちろんさ1日目から全部覚えてあのお客様にスムーズに出せるように出せとは思わないですけど えー、その考えに行,く行き行く先は人材不足で同じ給料なら覚えなくていいバイトをした方がいい。ああ、そっか。なるほど。もう選べる側だからか。バイト側が。あもうあれだわって。そんなんでぐだぐだやれんだったら別に辞めるわっていやだから言わねえんだってまとだから、別に。別に言わねえんだよ。まあいいや。めんどくせえから。もう <laughs> まあいいや。うん。負けたわ。うん。いいわ。うん。 そうどっちがいいのかって話です。ただ。買う側からしたら。うん。買う側からしたらね。布団茶の話は正論だけど、ここにいるのは頑張りたくない人間ばかりだから、その話をして思うたって。ああ、なるほど。頑張りたくない人間、楽して、なんとか生きていきたいっていう人たちには確かに通じない話か。あなんか、すごく、今、腑に落ちたわ。ああ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうだな。確かに。同じ価値観ではまずないし。 なんか別に楽して能々と生きていきたいっていう人にこの話は無駄か。確かにそうだわ。正解だわ、それ。それを集めてるお前は何なんだあの、集めてるお前。いや、なんか別になんか、俺も能動的に集めて,ってきたわけじゃないんだよね、別にね。俺、別に自由に配信してたんだけど、なんか、なんでなんだろうね。うん、磁石のようにそういった人たちがあの集まってきてしまったっていうか。うん。でやっぱりなんか、布団ちゃん。 あの布団ちゃんは分かんないんだけど、布団ちゃんの視聴者が怖いから、あんま絡みたくないみたいな流れもあったりするんじゃないかなって妄想してるんだけど、すぐ怖がられてるんだよね、本当いろんな人たちに。昔、バイトしてたとき、社員でもないから、適当にやってた。これは、これはやっぱり、あれですよね。あの、僕が浅かった時代ですよね、やっぱりね、それはね。あの、ホテルのときですよね、やっぱり。うん、それは。うん、ホテルのときは、やっぱ。でもやっぱり今、38歳だったこと、今、 いろんんなものを見てきてき考えがやっぱ変わっったんですよねやっぱ当時僕もバイト時代はやっぱ適当にやってましたやっぱりなので今こうあ38歳のじじいが何か言ってらってあの思っててくださいいつか理解できる時が来ます、はい、なぜ歴史の勉強しないといけないのか過去の過ちを知り未来に生かすため僕はそう認識しています当時は社会なんて織田信長が死んだ なんでこれは勉強する必要があったって本当思ってたんですよ。なんで、あんで別にいいよって。別にそこに今からあのなんか身を置くわけでもねえし、本能寺に行って。なんで織田信長が本能寺で死んだとかがテスト出るんだって本当に思ってたんですよ。でもなぜ彼があの落とされたのか、そういうのを知って、やっぱりもしかしたら織田信長の二の舞になることがあるかもしれないじゃないですか <laughs>。まあないと思うんですけど。 織田信長の二の舞はないと思うんですけどまあそういう風にならないように <laughs> やっぱあの是非、はい、僕の歴史をですね、はい、あの知って未来にいつかああ布団ちゃんがいつだってこういうことなんだ分かってくれたら嬉しいです僕は布団ちゃん派ですいきなり全部覚えてな、ね、いとは思わないけどもちろん僕も思ってないんです働いてるうちにコンビニの敷地内ぐらいのキャパでそれを商品として客が利益を上げるんだからそれくらい覚えていた方が社会に向いてないというかそうなんですよ あ、ここのコンビニってすんごいスムーズだから、そこいいなって人が多分選ぶ。可能性があると思うんですよね。うん、時給制に見合ったサービスじゃねえだろうか、別に。<laughs> 別にさ、違う違う,違う。あの、は、あのさ、2ヶ月ぐらい働いてたらさ、嫌でもタバコ覚えるんだってば、あ、このタバコ人気だなとかさ、この商品人気だなとかって覚えるんだよ。で、あの、2年働いてんのに番号であの言わないとちょっと僕わかりません。だとちょっと、どうなのかなって言ってる話だって、それは。<laughs> なあの新人の時から全部言えなんて俺言ってねえじゃん、1回も。だからこ、これもあの全然話が通じない、あのー、コミュニケーションが、コミュニケーションが一時期低下してい人で、今の雇用状況を知らんで言ってるのは、あのー、もちろんさ人手不足なのが分かってます、あのー。これで人材、このさ、タバコ全部知ってる人を求めてますってわけじゃないんですよ。ただ、その方があのコンビニの利益としてはいいんじゃないのって話をしてるわけだっ,たって、えー。この話え、ずっとしますよ、今日、ちなみに。あの,進撃の巨人見ないで僕 はい、話が伝わるまでずっとします。ちなみに。しますよ、僕。はい、普通に。そう、こういうのもあるぞそう。覚えてて客にグダグダやるとかは、多少覚えてスムーズにったとか、結果的にストレスが少ない。そう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 ,そう。自己防衛。自己防衛タイプ。客が欲しい銘柄を見つけられなかったら、その分並びで渋滞を聞いて、時間のロス、サービスの低下につながるから、仕事できるやつは自主的でも覚える。覚えねえのは仕事のできないやつ。正解。うん。正解です。 おい、布団、こんな話よりも俺の可愛い妹の話でもしようや。最近生理が始まって胸も膨らんできて最高なんだ。ああ、生きててよかった。ちょ、タバコ吸うわ、とりあえず。うん。ツイッチの方はフォロー、2ヶ月限定にしたっけわかんねえ。どうだっけななんか前、どうしたかわからん。まあ、なんかそこはフレキシブにやるわ。それは。特に何もね、予定はないんでね。 あの、今日もいろいろ一日、あ <laughs>、これ、もうある、フレキシブルで、あの、聞くやつがいるからな、これ、うん。あの、なんだっけプランニング 5W1HE、フレキシブル、うん。あと、エビデンス、あ <laughs> 確かに確かに確かに。横文字使うと、ここの視聴者、あれなんだよ。なんか、聞くんだよ、なんか、うん。フレキシブルの意味って言うと、柔軟にじゃないですか。あ、合ってますよね。はい。臨機応変に、みたいな。ふとんちゃん、今までの人生を漢字1文字で例えなら、何を言える 今年の漢字も予想してみてくれ。今年の漢字は全くわかんないけど、人生の漢字を一文字で取るんだったらば、貫くかなうん。い、一貫の貫だね。どっちかというと。うん。貫くっていう字だね。抜きだね。そう。そう。抜き。その心は。いや、まあ、結構頑固だと思うんですよ、僕。 自分がこうだと思ったら、あの、納得するまで割とやる方なんで。そうでやっぱ今があるんで、それで。うん、で、見えてきた世界もあるんで。うん、やっぱ、そう、間違ってて、貫いたこともあります。でも、貫いたから、貫いたからこそちょっと分かったこともありました。はい。で、あの、窓まぎも、あの、貫きシステムってのがあって、あの、レギュラーボーナスだと、あの、天井まであの持っていかれるんですよね。あれもうざいですよね。 皿のシステムあれ本当に考えたやつがうざいあれ炊きて、炊きたての米ね炊きたての米にこれにご飯のとも

ほかほかのご飯のさ、このんだろうな。このんだろう、甘ったりい感じがまたいいわ。ほかほかのご飯のって甘ったりでいいわ。冷えるとこの甘ったりのがねえんだよ。で、このかつお節のふりかけ。 ああ、これいわ。ちょ、もう一回エゴマで巻いてくれてや。おーおお辛いわエゴマを、ビャって。で、エゴマ寿司を作るんですよ、こうやって。エゴマの寿司を作って、ちょっと若干熱いんで、 うわ、すんげえ、うめえ、これ。ああ、うん、めえわ。感想は、うん、めえ。この4文字で、十分っすね。あ、カレーはこの英語ま、どこで買えるちょっとわかんねえな、これ。うん。多分 家に、俺絶対買ってないんだけどあったんですよ多分俺多分ね今思い出しこれ多分視聴者からもらったやつだこれ多分そうだわそうだ視聴者からもらったやつだこれうわ、ん、たまんねえやあ,あうわ、ん、あ、うんうん うめえわ、やこれ。軽えわ。ごちそうさま。あ、はあ。はあこの絵、大間がうますぎて。体が、なんだ、止めらんねえわ。なんか、動いちまう、辛すぎて。うま辛なんだけどね。辛すぎてっていうのは、なんつうの、あの、まずいっていわけじゃない。うま辛で、汗出てきたわ。 ああ。<laughs> oh.